ジャヤーバルマン七世は、クメール王朝の国王。クメール王朝初の仏教徒の国王であり、仏法で国を統治する天輪聖王となることを志して、戦乱で荒廃した国の復興を目標としていた。彼が行った、事前事業は高く評価され、また数々の軍事遠征を実施する、好戦的な性格も持ち合わせていた。非文においては、軍人、政治家としての能力、 人格を称賛されている。彼の在位中に、王国の藩とは、チャイアー、ビルマ、南シナ海沿岸部、ラオス中央に拡大した。アンコールとムキタのクメルロメアス遺跡のほかタイのピマー遺跡とスコータ遺跡でジャヤーバルマン7世を、模した彫像が発見されている。クメールとチャンパの戦闘を描いた、バイオンの浮き彫りダーラニンドラバルマン2世を父に持ち、 ハルシャバルマン三世の娘チューターマニを母に持つ。両親はいずれもクメール王朝から独立した小国の出身だと考えられている。1169年、チャンパ王国遠征の軍を率いていた、ジャヤーバルマン七世は、ダーラ・ニンドラバルマン二世の死と、ヤショーバルマン二世の即位を知り、軍を引き返した。しかし、期間中に、ヤショーバルマン二世が暗殺され、ジャヤーバルマンは潜伏して、 機会を待った。1177年にアンコールがチャンパによって占領されたことを知ったジャヤーバルマンは軍隊を連れてクメールに帰国する。チャンパとの戦闘にあたり、ジャヤーバルマンの妻ジャヤラージャデビーは、ゴ行に身を投じて、ジャヤーバルマンの勝利を祈願した。プリヤ・カーン付近で、白兵戦、トンレサップで、水上戦が展開され、クメール軍はチャンパ軍に勝利する。 戦争で荒廃したアンコールミアの城を復興した後、1181年に,ジに,にジジーー、ジャヤーバルマンは王位についた。即位直後に、ジャヤラージャデイビーが母子、ジャヤーバルマンは、彼女の姉妹インドラデイビーを新たに王妃に迎え入れる。国内には、ジャヤーバルマンの支配が及ばない地域が多く、断続的に反乱の平定が行われた。1 1 9年に再度カンボジアに侵入したチャンパを、 撃退、チャンパ領に侵攻し、チャンパの首都ビジャヤを占領する。チャンパ占領後、ジャヤーバルマンは、規定、スーリア・ジャヤバルマデーバを、ビジャヤの王に、副身のチャンパ人スーリア・バルマンをパンドランガの王に、任命した。ジャヤーバルマンは、スーリア・バルマンを実施同様に養育していたが、スーリア・バルマンはビジャヤで起きた反乱を鎮圧した後、クメールから独立する。1203年に、 スーリアバルマンのおじだナパティグラーマを派遣してチャンパを再征服し、1220年までクメールはチャンパを支配下に置いた。1218年にクメールは南宋の朝廷に施設を派遣。ジャヤーバルマンは施設の派遣と同じ時期に没したと考えられている。ジャヤーバルマンの死後からクメール王朝の衰退が始まり、西部に居住する。 タイ人の台頭によって、アンコールを中心とした水陸のネットワークは、崩壊する。バイオン・ジャヤー・バルマン7世は即位後チャンパの破壊で、荒廃した首都の再建に取り掛かった。再度のチャンパ王国の襲来に備えて、防衛に重点が置かれ、新たに建設された、首都アンコールトムには高さ約8メートルの城壁と、幅約100メートルの外堀が設けられた。 チャンパ軍から略奪を受けた寺院の再興に取り掛かり、バンテアイクデーを皮切りにたプローム、プリヤカーンなどの寺院を再建した。ジャヤーバルマンは、スーリア・バルマンにセイラが居城としたピミアナカスを王宮に定め、像のテラス、ライオーのテラスを造営した。また、王城の建設に付随してバイオンなどの仏教寺院が新たに建立された。バイオンは、アンコール美術祭世紀の象徴とも言われ、 バイオンに刻まれた浮き彫りには、チャンパ王国との戦いをテーマにしたものが多い。アンコールトムの人口増加に対して、東西バライの北に新たなバライを建設した。壮麗なアンコールトムは、ジャヤーバルマンの信仰心の現れとも言える。首都を中心とした王道に沿って1 0の病院を建設し、主要な道路には1 6トルごとに宿駅が設置された。整備された道路と、 石橋は地方で起きた反乱の鎮圧を容易にし民衆の生活にも役立った。野生バルマン一世の知性から存在していた病院を再組織化し、ジャヤーバルマン自身が病人の療養と薬剤の供給に携わっていた。非分においてジャヤーバルマンは体を犯す病は心も蝕む。民の苦しみが大きくなれば王の苦しみもそれだけ大きくなると述べた。しかし、 寺院の建立のために民衆に重税と労役が課され、寺院で取り行われた祭礼には多量の費用を要した。加えて、軍事不益により、国の弱体化が進行した。ありがとうございます。